健康づくり応援通信の時間です。今回は歯科検診と歯周病について健康づくり科の増田さんにお話を伺いたいと思います。それでは増田さん、よろしくお願いします。はい、それではご紹介します。6月4日から10日までは歯と口の健康週間でした。皆さんは歯科検診を定期的に受けられていますか？特に歯に異常がなければ受診しなくてもいいんじゃないかななんて思っていませんか？普段何も感じなくても気がつかない間にお口の状態は悪くなっているかもしれません。今回は特に歯周病と生活習慣病の怖い関係についてお伝えします。歯周病と生活習慣病の怖い関係、なんとも恐ろしい響きですね。どういうことでしょうか？それでは順番に説明していきます。まずは歯周病とは何かということですが、歯周病は歯垢の中の細菌が炎症を起こし、歯を支える骨や歯肉が破壊されていく病気です。炎症を起こした歯肉から細菌や細菌の成分が血液中に入るといろいろな病気を引き起こします。歯周病は決して甘く見ていいものではないんです。歯周病がいろいろな病気を引き起こすと言われましたが、どのような病気でしょうか？はい、歯周病は動脈硬化などの血管系の病気、肺炎などの呼吸器疾患、心臓病、糖尿病、認知症などと関連しています。歯周病を放っておくと口どころか体のさまざまなところの健康も損なわれます。そして特に気をつけていただきたいのが、妊婦さんやこれから妊娠する予定のある方です。歯周病は早産や体重の小さいお子さんが生まれることにも関連しています。自分だけでなくお子さんの健康のためにも歯周病には注意してください。母子手帳に歯科検診の無料券がついていますので、ぜひ受診してください。歯周病は実は大変怖いものだったんですね。では歯周病を予防するにはどうしたらよいのでしょうか？はい、それが歯科検診です。歯科検診を受けることは歯周病の予防、早期発見、早期治療に有効なんです。これは歯や歯茎が痛くなってからではなく、そういう症状が出る前に受けることが大切です。歯周病も虫歯と同じで、症状が出てからの処置では歯の寿命が確実に短くなってしまうので、早期の処置が大切です。高梁市では妊婦歯科検診、歯周病疾患検診を実施しておりますので、健康を維持するためにぜひ受診してください。歯周病疾患検診の方法ですが、集団検診は実施していませんので、個別に歯科医院で受診してください。市では市内にお住まいの40から70歳までの方のうち、10歳刻みの節目年齢を迎える方には受診券をお送りしていますので、ご利用ください。家族で一緒に歯医者さんへ行く習慣をつけるといいですね。子どもさんについても教えていただけますか？はい、市が行う幼児健診では歯科健診も行っています。3歳児健診では虫歯があるお子さんの割合が岡山県で最下位なんです。保護者の皆さんにはお子さんの歯の様子もよく見ていただきたいと思います。子どもさんから高齢者までどの年代でもお口のケアは重要ということですね。ぜひご注意いただきたいと思います。今回の内容については健康づくり課電話番号 0866-21-0228 までお問い合わせください。広報高梁6月号にも掲載しています。合わせてぜひご覧ください。増田さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ定期的な歯科検診を受け、家族みんなで健康な歯を保ち、歯周病を予防していただきたいと思います。よろしくお願いします。以上、健康づくり応援通信の時間でした。市民課からマイナンバーカードの申請窓口についてお知らせします。マイナンバーカードの交付申請手続きができる窓口を市内各地域市民センターにて開設します。
解説の場所と日時はご覧の通りです。この窓口で申請手続きをしていただくと、出来上がったマイナンバーカードをご自宅まで郵送することも可能です。また令和3年11月30日までにマイナンバーカードの交付を受けられた方には、1人につき3000円のマイナンバー商品券が交付されます。ぜひこの機会にマイナンバーカードの交付申請を行ってください。申請に必要なものは、本人確認書類、通知カード、お持ちの方は住民基本台帳カード、申請者本人の印鑑、縦 4.5 センチ、横 3.5 センチの顔写真です。顔写真はその場で撮影することも可能です。ご相談ください。会場ではマイナンバーカード交付申請のほか、申請のご相談も受け付けております。ぜひお気軽にお越しください。このほか市民課では、時間外・休日窓口、ポルカ天満屋ハピータウンでの出張窓口の開設や、企業・団体向けの出張申請も行っています。ぜひご利用ください。お問い合わせは市民課電話 0866-21-0253 までお願いします。始まりました。手話っていいね。この番組は手話通訳士の幅さんと一緒に簡単な手話を学んでいきます。幅さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では今回のテーマなんですが、こちら食べ物です。幅さん、いろんな食べ物これからご紹介しますが、まずこの食べるはどうやって表現するんでしたか？はい、食べる、食べる、この2本の指はお箸を表現しています。食べる、そうでしたね。それでは早速食べ物を手話でやっていきますが、はい、まずは高橋市の名産のこちらトマト、トマトはどう表現しますか？はい、指文字のとを使います。トマト、トマト。はい、ではやってみますね。はい、こうしてトマト、トマト、いいですか？はい、そうです。はい、これからの季節おいしいですよね。ですよね。どうやって食べますか？はい、私の好きなのは、トマトをスライスしてフォークで食べます。いいですね。はい、私はトマトをくし形に切ってお塩をかけて食べます。うん、いいですね。丸ごとかじりついても美味しいですよね。美味しいですよね。はい、はい、幅さん、それでは続いてなんですけど、こちら、じゃん。はい、これも高橋市の名産品です。ぶどう、こちらいかがでしょうか？はい、ぶどう、ぶどう、房の形を表します。はい、ではやってみますね。ぶどう、ぶどう、これで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。それでは幅さん、ぶどうはぶどうでも高橋市の名産品といえばビオーネですよね。はい、ビオーネの場合はどう表現したらいいですか？そうですね、指文字で表現してみましょう。はい、ピオね、ピオオね。それでは会話をしてみましょう。はい、池田さん、はい、好きな食べ物は何ですか？はい、私はトマトとブドウが好きです。
浜さん、浜さん、あそこの川で釣ってるの、あれ何ですか？あれは鮎を釣っています。へえ。塩焼きにすると美味しいですよね。ですよね。鮎、魚の鮎の口の形を表現しています。鮎。はい、ということで今回は食べ物についてご紹介しました。ぜひ皆さん自分の好きな食べ物を手話で表現してみてください。はい、浜さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。高梁市では新型コロナウイルス感染対策として店舗内の設備を改修または備品等の導入を計画している事業所に対して補助金を交付しています。対象は高梁市内で営業する市民への対面サービスを行う事業所です。対象となる経費は令和3年4月1日から12月28日までに設置した事業に要する経費で、消費税を含まない額で1万円以上のものです。対象の事業、経費はご覧の通りです。補助金額は、補助対象経費の2分の1以内の金額で、補助上限額は10万円です。1店舗あたり1回限りの申請となります。令和2年度に申請された店舗も再度申請できます。申請期間は11月30日火曜日までです。お申し込みの流れはご覧の通りです。必要な書類等、詳しくは高梁市ウェブサイトをご覧いただくか、産業振興課電話 0866-21-0229 までお問い合わせください。感染対策を強化するため、対象の皆様はぜひこの制度をご利用ください。以上、高梁市店舗内等感染拡大防止対策支援補助金のお知らせでした。消防署からのお知らせです。まずは先月の出動件数をお知らせします。5月の火災は1件、救急は149件でした。4月に比べ火災は2件少なく、救急は6件少ない出動となりましたが、1名の方が火災により亡くなっています。6月に入り空気が乾燥する時期は過ぎましたが、火災はいつどこで発生するか分かりません。屋内屋外での火の取り扱いには引き続き十分注意をお願いします。さて、夏に向けて熱中症になる人が増えてきます。気温が高い時にマスクをつけていると熱中症のリスクが高まります。感染症予防を行いながら熱中症予防にも心がけましょう。マスクを着用している場合には激しい作業や運動は避けましょう。また屋外で周囲の人との距離が十分確保できる場所では、適宜マスクを外して休憩することも必要です。感染症予防のため冷房使用時でも換気をする必要があります。換気をするときに室内温度が高くなるので、熱中症予防のため温度調節をこまめに行いましょう。
喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。それでは今月の特集です。4月に名古屋市で発生した居酒屋火災では、コロナ対策用のアルコール消毒液に引火して一気に燃え広がったとみられています。新型コロナウイルス感染症を防ぐため、消毒用アルコールで手指を消毒することは有効な手段ですが、扱い方を間違えると火災などの事故の危険性があることを知っていますか？現在、市販の消毒用のアルコールはたくさんあります。表示を見てみると火気厳禁と書いてあります。アルコールの濃度が 60% 以上の製品は消防法で定める危険物にあたります。容器に第4類アルコール類と表示があれば危険物です。消毒用アルコールの適正な使用について知っておくべきポイントをまとめました。消毒用アルコールは蒸発しやすく、可燃性の蒸気が発生すると引火する恐れがあるため、コンロや喫煙などの火器の近くで使うのは大変危険です。火器のない場所で使用しましょう。保管する場所は直射日光が当たる場所など高温になる場所を避けましょう。消毒用アルコールの詰め替えを行うときに、アルコールの可燃性蒸気が発生する恐れがあり、定所に滞留しやすい性質があります。消毒用アルコールの詰め替えを行う場合は、通風性の良い場所や常時換気ができる場所で行いましょう。詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や火気厳禁などの注意事項を記載することが必要です。今後も消毒用アルコールを使用する機会があると思います。消毒用アルコールの適切な取り扱いを今一度ご確認ください。以上、消防署からのお知らせでした。え？お金？お待ちなすって。振り込むな、送るな、渡すな、教えるな。電話一旦切りましょう。いやいや、相談詐欺はいやいや。図書館だよりの時間です。高橋市図書館の堤がお届けします。今回は図書館の本をお家で楽しんでいただけるよう、予約のサービス方法などについてご案内します。お家から図書館の本を予約する方法は2つあります。1つ目はお電話での予約です。借りたい本のタイトルと図書館カードにご登録の番号、お名前、ご連絡先などをお伝えください。2つ目は図書館ホームページからのご予約です。高橋市図書館のホームページを開き、利用者カード番号とあらかじめ設定しているパスワードを入力し、マイページにログインしてください。資料を探すから借りたい本を探しましょう。本のタイトルや作者名を検索バーに入力すると探しやすいですよ。お目当ての本が出てきたら予約をクリックします。この時すでに貸し出されていたり、他にも予約が入っている場合は順番待ちになります。ご準備ができたら登録されているメールアドレスや電話番号にお知らせいたします。こうしてご予約いただいた本を各図書館、図書室の開館時間に1週間以内に取りに来てください。返却は期限内に図書館カウンターまたは市内各地域の返却ボックスへお願いします。さて皆さん、高橋市図書館にお探しの本がない場合、岡山県内の図書館から貸し出しができることをご存知でしょうか？今ご覧いただいている七市三町の高橋川流域の図書館では、図書館の相互利用サービスを実施しています。高橋市民の皆さんは各市町の図書館資料を借りることができるほか、返却もすることができます。大変便利ですよね。ぜひご利用ください。高橋市図書館へ他の図書館から本を返却する場合は、返却ポストではなく直接カウンターまでお持ちください。
また返却を宅急便で行いたいという方は2階カウンターまでお申し出いただければ専用の返却バッグをお渡しします。全国一律で500円でご利用いただけます。最新の情報は高橋図書館のウェブサイトもしくはお電話にてお問い合わせください。お電話番号は0866-22-2912 です。ぜひお待ちしております。以上、高橋図書館からお届けしました。新しい生活様式における熱中症予防についてお知らせします。新型コロナウイルスの感染を防ぐためマスクの着用や3密を避けるなどの新しい生活様式が求められています。感染症対策をしつつ生活する中で熱中症にならないよう次のことにご注意ください。1. 暑さを避けましょう。エアコンを利用するなど部屋の温度を調整し換気扇や窓の開放でこまめな換気を行いましょう。暑い日や時間帯は無理をせず涼しい服装をしましょう。急に暑くなった日などは特に注意が必要です。 2. 適宜マスクを外しましょう。気温・湿度の高い中でのマスク着用には注意が必要です。屋外で周囲の人と十分な距離を確保できる場合はマスクを外して構いません。またマスクを着用しているときはきつい作業や運動を避け周囲の人との距離を十分に取った上でマスクを外して休憩を取りましょう。 3. こまめに水分補給をしましょう。喉が渇く前に水分補給をしましょう。飲む量は1日 1.2 リットル程度を目安にし大量に汗をかいたときは塩分も忘れず補給しましょう。4. 日頃から健康管理をしましょう。毎日体温測定、健康チェックを行い体調が悪いと感じたときは無理をせず自宅で療養しましょう。 5. 暑さに負けないよう体づくりをしましょう。普段から適度に運動するように心がけましょう。運動するときは水分補給を忘れずに無理のない範囲で行いましょう。新しい生活様式における熱中症予防についてお知らせしました。新型コロナウイルス感染予防のため各家庭で使用済みのマスクやティッシュなどをゴミに出す際は次の点に注意してください。使用済みのマスクやティッシュはビニール袋に入れしっかり封をしてください。その上でゴミ袋へ入れてください。ゴミ出しの際や収集の際ゴミ袋が破裂し中身が飛散することがないように袋の空気を抜いてからしっかりと封をしてください。ゴミを捨てた後は石鹸を使って流水で手をよく洗いましょう。ゴミ収集を行う作業員の感染リスクを少しでも減らすため皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。お問い合わせは環境課電話 0866-21-0259 までお願いします。みんな元気？おうちでゆうゆう始まるよ。今日も雨つまんないな、お外で遊べない、そんな時雨の妖精が僕に教えてくれたんだ。雨の音を聞いてごらん、楽しい音がするよ。
ぼったんたん。素敵な雨の贈り物。今日も雨楽しいな。雨の音を聞いてみよう。そんな時雨の妖精が僕に教えてくれたんだ。雨の粒を見てごらん。楽しく踊ってるよ。ピット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 ン。素敵な雨の贈り物。健やかスマイル。お誕生日を迎えたお子さんをご紹介します。落合町阿部の三宅はにちゃん、4歳のお誕生日おめでとう。加治町の川上いくみちゃん、6歳のお誕生日おめでとう。落合町阿部の小林岳ちゃん、4歳のお誕生日おめでとう。原田南町の鍋島直人ちゃん、6歳のお誕生日おめでとう。横丁の石田美琴ちゃん、3歳のお誕生日おめでとう。広報高橋と高橋市行政放送では、1歳から6歳のお誕生日を迎えるお子さんの写真を募集しています。応募について詳しくは広報高橋市民のページをご覧ください。お問い合わせは秘書企画課、電話 086621-0210 までお願いします。社会教育課からのお知らせです。令和4年高橋市成人祝賀式の記念行事の企画運営を行っていただく実行委員を募集します。応募資格は平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの新成人の方です。実行委員になられた方には、令和4年1月9日日曜日に開催する成人式に向けた実行委員会に参加し、成人式における記念行事の企画運営を行っていただきます。申し込みは社会教育課、もしくは各公民館地域局に設置している申し込み用紙に必要事項を記入の上提出してください。申し込み用紙は市ウェブサイトからもダウンロードできます。締め切りは7月9日金曜日です。高橋市で育った仲間と一緒に、人生で一度しかない成人式を自らの手で作り上げてみませんか。皆さんのご応募お待ちしています。問い合わせは高橋市教育委員会社会教育課、0866-21-1514までお願いします。